宮崎県最北部の町延岡市。山あり川あり、そして海ありの延岡市は九州の市町村で面積が2番目に広い町なんです。それだけに自然も感動もスケールが桁違い。その感動を誰でも丸ごと楽しめてしまうのが延スタです。延スタ感動体験、今回は見ての通り登山を楽しみます。案内してくださるのは延スタの中原文隆さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ今日登る山なんですが、どんな山なんでしょうか。今日は九州最後の秘境奥山に登りたいと思います。はい、最後の秘境ということは結構険しいということでしょうか。険しいですよ。険しいということですが頑張って登ってまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。奥山登山、今回は目を見張る美しい岩峰群と素晴らしい眺望が連続して楽しめる枠塚コースを巡ります。岩が大きいですね。やはりこれでかいね。こういう岩がゴロゴロしてるわけですね。そうそう、で上に行くほど大きくなってくる感じ。はい、楽しみですね。いやまだちょっとね景色が見えんけど、開けるとすごいですよ。その開ける場所までが一番きついかな。一番きついということなんで頑張って登ってまいります。水が透き通ってますね。綺麗ですね。やっぱもう源流部に近いからこの辺は、すごい綺麗。ヤマメも見えるかもしれないですよ。ヤマメが、うん、よいしょ。お、狭い。よいしょ。よいしょ。うりゃ。よいしょ。よいしょ。いや、ずいぶん歩いてきたような気がするんですが。ああ、まあ今までは散歩みたいなもんで、はい、このね看板から、はい、あの登山が始まります。ここから登山。ここから登山。今まではもうなんか散歩とかウォーミングアップみたいなもんで、ここからかなり一気にこう登る感じになるから。ここからが本格的なんですね。今までがきつかったらちょっとまずいかなっていう。きつくありません。登ってまいります。じゃあ頑張って。頑張っていきましょうか。はい、頑張ります。はい、よいしょ。クライミングしてるかのようだ。結構這うように登らないと。手足を使って登ったらいいっすよ。全身を使いますね。これ難所の一つですか、やっぱり。まあここは難所ですね。難所って言っていいでしょう。よし、めっちゃ揺れるこのはしごぶら下げてあるだけやからね。よいしょ、まだまだこれから。ファイト一発。すげえ。花崗岩。花崗岩。花崗岩。この山全体花崗岩の山なの。花崗岩の山です。すごい、これパワーをもらえそうですね。すごい、こういう岩からパワーをもらいながら、この急登を登り続けると。そうそうそう、したらいい景色が待っとるから、はい、それまで頑張れば。はい、いよいよ袖だりに。よいしょ、よいしょ、よいしょ。おお、さあすごい、着きましたよ。来た、袖だけ。うおー、すごい。すーげー、着
きました。着きました。はい、どうですか。迫力が、うん、もうすごいですね。もうそそり立つようなこの岩、うん、すごいな。そそり立つっていうのが大奥へのためにあるような言葉ですね。まあ、まさにね。まさにまさにそそり立ってます。いや、この花綺麗ですね。ですね。あけぼのツツジです。あけぼのツツジ、はい。まあ、色がピンク色といいますか、うんうんうん、5メーターぐらいにはなるみたいですよ。5メートル、うん、岩、こういった岩肌にも咲くんですね。そうですね。結構もう岩にこう食い込むような感じでも咲きます ね。見渡す限り結構あけぼのツツジが咲いてますね、うんうん、結構見頃です ね。今、うん、みんなこれを見にこの時期登ってきますね。これから先なんですが、はいはい、どういうふうに登っていくんでしょうか。はい、あっちに見えてる岩峰が下枠塚、はいはい、その上にまず登って、こちらに登ってずっと奥の方に歩いて、はい、あの奥に見えてる稜線を歩いて、こちらを歩いて、はい、でこの小積滝、こっちの岩壁ですね、小積滝のてっぺんに立って、ね、はい、ここのてっぺんに行って立って、はい、向こう側に渡って向こうの岩尾根、坊主尾根を下ります。はあ、じゃあまだまだですね。まだ長いですよ。まだでもここから先は結構ずっと景色が良さそうですね。ずっと景色がいいから、はい、ここからパノラマ、あ、楽しみですね、はい、まずは上枠塚へと続く岩峰の尾根を登っていきます。次へ鳥が鳴っている。おー、すごい。ここのあけぼの筒、うん、美しい。つい写真を撮ってしまいます。はしごが続いておりますね。はい、もう自分のペースでね。はい、岩を登っていくような。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ロープ全力で引っ張ったら危険ですよ。そうですか。よいしょ。よっ。おお、来た。開けました。はい、下枠塚、はい、下枠塚の上ですね。あ、すごい。あ、気持ちいいですね。いいですね。今日は天気もいいし、360度、うん、雄大な景色が望めますね。ですね。本当空気の綺麗な時は四国まで見えることもあるんです。そうですか、うん、いや、雄大ですね。ですね。今からずっと岩の上を行くからずっと眺めがいい。綺麗だ。よいしょ。次が中枠塚。中枠塚ですね。鬼のようにも、うん、なんかこう3つね、こう分かれて雄大ですね。ですね。今からあれに登りますよ。よいしょ。よいしょ。中原さん、サクサク登りましたけど、ここ結構な岩場ですね。うん、足を置ける場所をね、しっかり見つけて。スパイダーマン。よいしょ、うん。もうちょっと丁寧に登らんと。すいません。すごい岩ですね。はい、中枠塚に着きました。中枠塚です。です。すごい自然の芸術という感じで、うーん、うおすごい。あっちが上枠塚。あ、次はあれですね。うん、ですです。目指すはあれです。すごいな。下りの確信が来たよ。ちょっと下りは怖いですね。よいしょ。怖っ。怖っ。よいしょ。よいしょ。きつい。よいしょ。
よいしょ。さあ、よいしょ。これ全身トレーニング。はい。ですね。はい、着きました。はい。よいしょ。よいしょ。これが。これが神分けですね、うん、この上まで登ることできるんですか？できますよ、もちろん。じゃあちょっと楽しみですね。そうですね。よいしょ、すごいな。よいしょ、よいしょ、うらよいしょ、うん、はい、よいしょ、よいしょ、しょ、うおー、またここも絶景ですね。あ、いいですね。あれが中枠ですね。そうそう、さっきいたあそこからこっちを見てる。そして山々も見えますね、見渡せますね。ですね。そこに傾き山と向こうのうっすらしている、はい、九十連山ですね。九十連山、はい、傾き山と九十連山ですです。絶景です。まあ、あの尾根伝いといえども、まあ、アップダウンここまで歩いてきた疲労があるので結構足にきますね。ね、よいしょ、登ってきたところが見えますね。下枠から中枠、上枠、はい、歩いてきたところがですです。そうですよ、見えるんですね、うん、ここの岩をこう歩いてきたわけですね。そうそう、はあ、なんか今日かなり岩を登ってる気がしますが小泉滝へ、よいしょ、あー、おー、ナイス、うわー、すごい景色ですね。はい、うおー、ここが小泉滝です。です、はい、小泉滝のてっぺんですね、はい、いやすごい景色ですね。ここすごいでしょ、うん、下の堀川渓谷まで見渡せますね。うん、ですね。あそこから登ってきたんですよね、はい、渓谷が白く見えているようなあの辺りが登山口のはず。すごい、うん、こんなに登ったんだっていう。結構登っとるな、はい、なんか、うん、すごく自分を褒めてあげたい気持ちにもなりますが、うん、いや本当にこの景色を見ると、うん、登った甲斐があるなという気がするんですけれども、うんうん、やっぱ絶景ですね。このあと象岩のトラバースや坊主岩などの難所を越え、数々のはしごやロープをたどりながら2時間ほどかけて登山口へと降りて行きます。いくつの岩を登り降りてきたか分かりませんけれども、はい、ようやくたどり着きましたね。たどり着きましたね。お疲れ様でございました。でしたさあ高梅さん、はい、今日の奥山登山感動していただけましたでしょうか？大変感動しました。ありがとうございます。ありがとうございましたいや皆さんもぜひこの九州最後の秘境奥山に登ってみてください。初心者だけでの奥山登山は大変危険です。必ずガイドや熟練者の同行をお願いします。それでは次なる感動でお会いしましょう。